少し時間あるから、うん、一旦チェックインしてお願いします。表参道の方まで。表参道の方ね、はい、1時間だけだから、うん、パックは2食だ。合計いくらですか、これ130万5700円だそうです。おはようございます。おはようございます。今日は東京に買い物行きたいと思います。グッチとなんだっけ、アディダス。そう、グッチとアディダスのコラボの先行販売に招待してもらってて、そこ行ってきます。行ってきます。何あるかね、なんかネットで見てたけど、スニーカーとか言ってなかった。スニーカーとかあった。少し時間あるから、うん、一旦チェックインして、うん、会場行かなきゃ、うん、まあ、とりあえずこんな感じでね。欲しいのがあれば写真撮って LINE しときます。なんかこの辺と赤もいいよね。この辺、この辺いいよね。この辺、こうやってたくさん貼り付けようとしてくるんで、貼り付けました。貼りました。はい、準備していきますか。はい、ね、なんか普通のお部屋だもんね。今日は、今日はお部屋代はケチってます。まあケチってるってこれいいホテルだけどね、うん、渋谷で一番いいホテルだからの普通のお部屋。はい、こんにちは。はい、お願いします。表参道の方まで。表参道の方ね、はい、1時間だけだからね。悪いな、あれ撮ったらさ、渋谷スカイとか行きたかった。うん、楽しみですね。楽しみですね。1時間って短いね、うん、まあでも枠取れただけでもラッキーじゃない、うん、なんか本来ね、抽選らしい、うん、抽選ないけど他一応特別に枠を用意してもらっとって。白あったみたい。白、うん、白の方がいいよね。うん、白の方が可愛いかも。ここ入ったとこだから、ありがとうございました。あ、これあるね。ちょっと店内一周していいですか。そうそう、レジスは全く見てないんですけど、これありだ。確かにアクセサリー系はね、もうなんか今後出ないから面白いですよね。あと17、うん、ちょっとちっちゃくないかな。今日ちゃんとグッチがあるから5分だけ続けました。ちっちゃいな。ちょっと近い。青色のやつ可愛いね。青色、素材良くない？うん、うん、あ、18ちょうどいい。それかわいい。うん、かわいい。うん、ぴったり。支給されてないよ。されてないですよ。されてない。ストック。でもね、上いっぱいありますもんね。グッチでも、バーバリーでも。これの上です。違う。
その方が違う。これのでもあれでしょ。これじゃあ戻してくる。これのサイズ、多分これちょっと大きいから。ガチジャージもあります。これも。これなんか、ね、かわいい。上着脱いだ方が分かりやすいかも。うん。ハイパンにも使える。うん。なんかクルーザー乗るときに良さそう。これとなんかベージュか緑どっちかにしようか。すると、ドラえもんみたい。ドラえもんって言われたらドラえもんに見えちゃう。これとこの青は良さそう。うん、かわいいそれ。これを使うよね。うん。XS ね、これ小さいですか。やっぱ白いいな。全然 XS でいいじゃん。うん、それ上もいけるんじゃない。いける。小さい。ちょっとちっちゃい。お腹出そうかも。上下の方がでも可愛いね、やっぱり。これセットアップできたいけどね。うん、セットアップできるとめっちゃ可愛い。服がもうほとんどない感じでしょ。いいでしょ。かわいい。ちょうどいいサイズだよね。これの白と黒で。じゃあメンズ終了かな。この後なんかカフェ行きたい。うん。表参道カフェ。なんかおしゃれなとこないかな。あるよ。この辺カフェだらけだよ。ちょっと歩いたらおしゃれなやつとか出てくる。ちょっとハワイアンっぽいかもしれない。あ、じゃあここで。バッグは二色買い。これグッチ逆に買えたんだ。そうです。こんな感じで買いました。まあ、合計いくらですかこれ。このバッグいくらなんだ。じゃあこれだけつけて帰ろうかな今日。あと送ってもらっていいですか。これだけ持って帰ろうかな。うん、かわいい。うん、熱いです今。いいね、これ。これすごい使いやすそう。うん、いいサイズ感。最近、外商のバッグから連絡とかありますか。いや、来ないんですよ。ロレックス5本くらい注文して。え、ロレックス5本くらい注文してあ、1本も来ない。注文したんですか。注文っていうか、もう決済券渡すからあったらもう買っといてねって言われたから全然一向に連絡来ないです。これは週パンツですね。うん、合わせた金額これだけ持ち帰りで、はい、これとこのバングルと今日付けてきます。いくらですか。130万5700円だそうです。中川さん会計はだいたい100万超えね。いつも、ね、困った人か。大学で、うん、キオルって言ってた。え、キオル。じゃあこんな感じで、はい、たくさん買いました。買いました。また明日からの仕事頑張ります、ね、頑張ってお金稼ごう。はい、じゃあこの動画が良かったって言っただけでいいので YouTube の高評価、チャンネル登録お願いします。